皆さんこんにちは、サブラアパートメントのキヨです。今日は、iPhone のスタンドを忘れて手持ちなんでちょっとブレてますけれども、コロナの中ですけれども、僕たちはですね3月の22日に、東京新宿ヘッドパワーでですね、所属するレーベルバニラスカイレコーズのイベントでですね、出演してきました。そのね、模様をですねぜひ見てもらいたいなと思います。なんで新宿なんですか？この寝起き感そうね、ライブなんですよね、このコロナの状況ですけど、新宿ヘッドパワーでねバニラスカイレコーズのライブなんで、皆さん万全のね対策をして来ていただくようにお願いいたします。なんか面白いこと、何面白いことってないよ、その面白いことねえ、面白いこともやってるでました、この2人のバチバチ。この間のさ、ライブ配信の時もさ、芝がさピリピリしてんのにさ、立ち会いでいいじゃないじゃんって言ってさ、ピリピリしてないよ。してたよね。してたよ。してんだよ。立ち会い ID さ押してって。あんまり良くないよ、それ。リハが終わって、これから大家さんと一緒にコンビニに行きます。笑顔だ、笑顔。オフィスに言いに行ってくれる、村上さん。そしたら、小林さんが多分全員アルコールおじさん、アルコールおじさん、サビなんか入ったらやる、アルコール消毒とかしてもらって、それで、まあ、マスクお客様してもらって、人アーティストごとに換気をしてもらって、で今日はコール&レスポンスとかそういうのなしで、今日はやりたいと。どうでしょうね、こんな感じのオフィス。ちょっと間違った、ちょっと間違ったことを先に言えない楽しかったです。イエーイ、ありがとうございます。親も参加してきました。頑張るぞ。いかがだったでしょうか。この中でもですね楽しいライブができたんじゃないかなというふうに思います。実はですねこの、ラバ版ですね、僕が今つけてる黒とピンクのラバ版もですね東京から発売しまして、500円だったかな、販売しております。ぜひぜひね、皆さんこのラバ版ゲットしてですね僕らを応援していただければなというふうに思っております。またね、今後のちょっとね動きだったりも Vlog 的に撮ったり、映像レポートしていきたいなと思っておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。